好きな女性のタイプ、男性のタイプね。あ、萌ちゃんが一番テンション上がるやつね。あとでまた、大丈夫です。聞いていこうと思いますね。はい。じゃあ、好きな男性の外見、内見から、内面からいきましょうか。じゃあ、アッコさん。内面は優しい人。あ、すごい優しい人。優しい人でもいろいろあるんですか。優しいって言っても、何でもやらせてくれるとか、そういう、全部が優しいっていうか。ちゃんとした人ね。だから、ちゃんとした時はしてやりますよっていう。そう、私のことを思って、優しい人。はい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 。外見は、まあ、まあ例として出すのは、まあ2曲化するんだけど、それの間で言っていただければ分かるんだけど、EXILE 系 の, その ガリゴリ系の人なのか、ちょっと 山崎賢人君的なその可愛い系なのかっていう、そのね、うちでもないだからその間で言うと、なんかそのどんな感じ、爽やかなんですか。でも筋肉あった方がいい。やっぱ筋肉なんだね。みんな筋肉つけようか、本当に頑張ろうね。本当にね、筋肉ね。だからそれこそ藤本にやってほしいと思うんですね。藤本さんに怖いね。忙しいんですよ、あいつ。意外と、本当に。うん。ね、なんか怒れないんですけどね。うん。あのね、すげえ筋肉のやつがいるんですよ。めっちゃ筋肉がいいんですよ。バッキバキなんですよ。やばい、動画でしか見れてないんですけど、超会いたいんですよ。いい筋肉なんて、あれ超可愛い。ね、あのね、本当にね、だから、ボディービルダー級で筋肉があるんで、そこは言い過ぎだけど、本当にこうやってやったらこの辺にこうビキビキって出るぐらいの感じの人がいるんですよ。本当に、がっつり割れてるし、バカンって出てるし、それこそアイドルが好きな人ここにバッシー出てるんですね。これやってほしい。こうやってやってほしい。あー、やってくれると思うよ、多分ね。でもだからそれすごい。ダメだよ、本当遊びに来てほしいんだけど、あいつ今忙しいんですよ。本当に大変なんですよね。はい、もう劇団に入ってるのでね、どうしてもね、忙しいと思う。はい。じゃあ、2人をじゃあ、後回しにしようかな。好きな女性のタイプを聞こうかな。女性のタイプですか。でも一番なんか自分がなんか奥さんにしたいなみたいな人は、有名人に例えると天海祐希さんが。あー、かっこいい女性なんだね。すごい。私、天海さん大好きなんですよ。青山島だしね。違います。知ってるけど。ね、チェキ君、これも一緒だわ。言いたくなっちゃう、ごめんね。ちょっとしたギャップも見えたりして、かわいい感じもありつつ、めっちゃかっこいいやつもできるみたいなね。あー、なるほどね。めちゃくちゃ大好きです。ドクター X ってそうだったよね。いやー。天海さんですよね。はい。ドクター X は、ネクラさん。ネクラさんか。違うわ。ボスだった。ボスだ、ボスだ、ボスだ、ボスだ。ボスだ、ボス、ボスね。はい、天海祐希ね。はいね。かっこいい、宝塚系の人が好きだったのかな。かもしれないですね。だからそのね、それこそね、いろいろいるじゃん。あれでも、宝塚出身の人でもね、いっぱいいると思うんだけど、それこそね、あの人もそうだよ。はい。優香さん。涼河はるきさんとかもそうじゃない、うん、知ってる涼河はるきさん、うん、とかもそうだし、あと、まやみきさんとかでしょ。あうん、そうだよ。イメージとしては多分そういう感じ。かっこいい系だよ。そうですね。パンツスーツが似合うよ。あー、似合いますね。背高いからね、あの人たちとして。内面は内面で言うと、そうですね。結構、なんか自分から盛り上げてくれるような。ああ、結構ノリがいいから。そうですね。そのもう天海祐希さんじゃん、もうね。祐希さんね。大丈夫。天海祐希さんが好きみたいですね。結論ね。結論そういうことだと思うんですね。はい、じゃあ。はい、ひとくん。本人のタイプ。うん。そう、難しいんですよ。外見からいくと、ボブカットの話がすごい好き。ああ、なるほどね。さあ、ですね。透明感。内面は？内面は最近急になんですけど、めちゃめちゃ母性に飢えて。何それ？どういうこと？内面っていうかしてもらいたいことになっちゃう。ああ、甘えたい系？すっごい疲れて帰ってきて、家に帰ってきて、彼女います。で、膝枕をしてもらいながら、ダメな人ねって言われながら頭を撫でられたい。ずっと言ってるんです。もうド M じゃねえかよ。M だと思うよ。うん。ね、本当にね、面白いね、本当に。面白い人が多いよ、役者さん。マジでね、本当に。そろそろね、でも実はですね、時間がね、迫ってきてるんで、ちょっと脇足いこうかね。ゆめちゃん、長くなるのは知っているが、長くなるのは知っている。
あ、見た目は、うっとうしい前髪で、おかすいがいいです。ね、うん。で、学校にいて、あんまり喋らないんだけど、なんだかな、そう、あんまり。そう、内面は最あの初めての歌に声をかけるぐらいなら3階から飛び降りる子がいいです。そう、男の子と女の子別に私関係ないので、あの女性でも僕が一人称の方は大好きです。僕好きなんですね。はい。紹介したい人も見てるんですけど、ちょっと皆さんわからないので、あちらでつぶやきますね。はい、はい、それ見てくださいね。はい、あの、じゃあ最後にね、行こうか。私のみんなタイプ、みんな知ってる。そうだね、まあ、だから筋肉だよね。だから俺は、あやのは筋肉マンだと思ってるから。いや、でも筋肉マンが好きだと思ってるから。それは見る分、あ、男の人として好きになる人はそんなに筋肉はなかった。あ、なんか多いっていうか、今いるし、私全然言っていいし。あ、そうね、うん。はい、知りたかったチベットスナギツネって調べて、それにあのメガネをかけさせれば私知ってるんですよ。で、じゃあ調べていくよ。チベットスナギツネでメガネかければアイドルの彼氏になるんです。そうそうそう、あ、なるほどね。じゃあみんなこうそれ調べよう、ね、知ってるハルさん大魔性。はい、ですね。はい、あと5分で、実はね、ヤフーショッピングライブの方が終わってしまうんです。はい、なので、告知の方をしていこうと思います。告知コーナー、はい、ごめんね、格安になっちゃったけどね。はい、じゃあ最初は、ヨッシー。はい、いきます。どうも、私、ヨッシー、ヨッシー、ヨスコとヨッシーのショーと申します。ツイッター、もろもろ、活動を載せておりますので、フォローしていただけると嬉しい限り。来年の2月9日、まあ、2月2日から2月11日にあります第3回新宿演劇祭というところで、2月9日20時から、平成5年組として舞台をアンパンツという舞台をやらせていただきますので、こちらも見に来ていただけると嬉しい限りとなっております。はい、また近くだったらおいで。あ、本当にいいんですか。告知に来てください、ね、ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。どうも、はじめまして、やかなさぎはるひとと申します。こちら Twitter の ID 書いているので、よろしかったらフォローしてください。いろいろ日々の雑感つぶやいたり、そうです、アクション教室の動画だったりクラスの紹介だったりしてます。で、次回出演なんですけども、下に書いてるように12月の23日今、綾乃ちゃんがチラシを出してくれてます。世界は本当に面白いっていう朗読劇をね、出させていただくんですけども、こちら場所が早稲田のクローバースタジオですね。早稲田のクローバースタジオというところになっております。12月23日、僕は今、あと5秒で、19時、はい、です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、クルス TV の方でやりますね、僕、大学のね。はい。いいよ、クルス TV の方で、ちょっと待ってくれな。はい。はい、引き続き、ちょっと告知なんですけど、はい。12月は23日に朗読にいます。はい。で、1月、こっち、まだちょっとタイトル未定なんですけど、下北沢のリーディングカフェピカイチっていうところで、友達と2人芝居を やります、はい、こちら1月の24日木曜日と平日なんですけど、19時半から、1人チャージが1000円、ワンドリンク500円頼んでいただいて1500円で閉店まで入れます。なのでよろしくお願いします。はい。で、次は出演ではないんですけども、来年2月9日の土曜日、さっきのヨッシーの告知があったんですけども、平成5年組ワンパンツで僕演出助手やら照明やらいろいろ下働きをさせられております。すごい面白い舞台にこれから作り上げていくので、もう稽古中なんですけど、これからどんどん仕上げていくので、ぜひよろしかったらこちらにもお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。